倉さん、本日すみません。本当にこの第2回お呼びをいただいて本当にありがとうございます。今日はいい報告ができればいいんですけれども、ポンプ層の今機械の方だけ自動車の方ですね、興味を持ちました。これから小型ポンプの方で、4分団の代表ということでこの3部、渋沢区の、メンバーがですね、全部選手選手ということで頑張ってこれからやっていただくわけですけれども、ここからまた大きな声じゃなくて結構ですので心の中で頑張れという応援をしてやったらありがたいと思っています。日頃はこうした中で、私どもも、上川の、足跡とかいうことでありますけれども、そういう中におきましても本当に渋沢区の皆さん方が、ご協力いただくという形で自分たちの範囲以外のところでしっかりお手伝いをしていただくということを本当に感謝申し上げます。そういう形でこの間、ちょっと建設事務所の方でお話ししたんですけれども、非常に渋沢さんのおかげで助かっているよというようなことがありますので、そのお話をお聞きましたので今日ここで、お伝えをしていただきたいと思います。それから、この区のいろいろな現場で区長さんたちや役員の皆さん方大変苦労して要望箇所がたくさん出ておるわけでございますけれども、市の方としてもできるだけ、その要望に応えてみたいというものでございますけれども、ちょっとこの上川沿いの土手からこちらのブラックの方に入る道路の石垣っていうんですか、あれがだいぶ傷んでおるということで、そこは積極的に県と市の事業になると思いますけれども、しっかりとやりたいということで、この間現場検証の横山議員とともにですね、市長さんたちと立ち会いのもとでお願いをしました。そういうことで皆さん方からの要望が一つでも、この地域のためになるように我々も、一生懸命頑張っていただきます。聞きますとこれで今度こういう土地がなんか整備されて、市の方へ一つ寄付をしていただくようなことで現場も、見せていただきましたけれども、本当に来るたんびなんか家が一軒ずつ建ってるかなというような形で渋沢区さんにはこれから非常に大きな区になっていくんじゃないかと思います。そういう意味でこれからも、皆様方、都の先輩ということに形になりますので、いろいろ、若い人たちにもいいことをしっかりと教えていただいて区の発展に、頑張っていただきたいと思います。無事でございますけれどもご挨拶あります。本日は無事でございます。